ドリー式フルトレーラーの例三菱不装、スーパーグレートフルトレーラーは、非稽古自動車のうち、ほとんどのトレーラー荷重が、トレーラー自身にかかる構造のものを言う。本校では、フルトレーラーを牽引するために必要な自動車、フルトラクターについても記述する。ドリー式、またはセンターアックスル式の大型フルトレーラーと、センターアックスル式の軽量なフルトレーラーに、対別できる。 後者については、ライトトレーラーと呼ばれることがある。大型フルトレーラー用、編集フルトラクターは荷台を備えるため、一見普通のドリー式では、車体後面にセンターアクスル式では、5車軸の直後にある。また、同クラスのトラックよりも、高出力のエンジンと大容量のラジエーターを乗せていることが特徴。ポールトラクターとの構造上の違いは、荷台上に、 ターンテーブルがないことである。ライトトレーラー用、編集一般市販されている乗用車、ライトトラック、SUV 等に、ヒッチメンバーやピントルフックなどの牽引装置と、投下用の電気カプラーを増設して牽引車とする。牽引装置を装備しても、日常の仕様は一般的な自動車となんだ変わりがない。特に欧米では、日本においては、かつて牽引装置の取り付けとして、 構造変更が必要であったが、外圧による規制緩和によって構造変更が不要となった。ヒッチメンバー等を取り付けた状態であっても、継続検査には差し支えはないが、ヒッチメンバーを牽引装置として使用する場合は、被牽引者の自動車検査所に牽引者として記載するか、牽引可能な被牽引者の車両操縦量の計算、及び微行欄記載が必要である。 ライトトレーラーに該当するセンターアクスル式フルトレーラーの場合、トレーラー荷重の一部が連結部分にかかるため、トラクターの性能上は牽引可能なライトトレーラーであっても必知の強度不足等で牽引できない場合がある。車検証の車体の形状欄は平ボデー車の場合は、単にフルトレーラー、バン型の場合は、バンフルトレーラー、冷凍車の場合は、 冷凍冷蔵フルトレーラーなどと記載され、それぞれドリー付きの場合は、ドリー付け冷冷トレーラーと記載される。ドリー式フルトレーラー、編集セミトラクターと同じカプラーの付いた前、軸台車にセミトレーラーを連結するタイプ。はじめからドリーが付いた状態で製造された一体式と、一般的なセミトレーラーそのものを連結するタイプがある。後体は、牽引車と連結機関。 ドリーとトレーラー間の2箇所で屈曲するため極めて難しい。また、ジャックナイフ現象やスネーキング運動なども発生しやすい。ただし、最近は交代時にドリーとセミトレーラーの連結部であるターンテーブルを専用のブレーキでロックしたり、リモコンでドリーの角度を操作できる、で、ブレーキはエア式、センターアクスル式フルトレーラー、編集長いドローバーがあり、 トラクター後軸後部に連結する。荷台の中央付近に車軸が集められているのが特徴。ドリー式のような屈曲部分を持たないため、後退は連結機が一箇所のセミトレーラーとほぼ同じ容量でできる。比較的トレーラースイング現象が出やすいとされる。ブレーキはエア式。センターアクスル式フルトレーラー。編集ドローバーがあり、荷台の中央付近に車軸が集められている点で、 センターアクスル式に似ており、荷重の10から20%が、親車にも加わる。しかしエアブレーキを装備していない車での、総重量 750kg 未満のものは、完成ブレーキの装着義務もなく、構造が単純であることから、構図化によって自作されることもある。ありがとうございます。